サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。熱戦を予感させる好カードが組まれています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、北海道コンサドーレ札幌がサンフレッチェ広島を迎え撃ちます。ピッチの選手たちもこの試合に向けて気合は十分のようですね。いい試合を期待できそうです。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。アウェーチームの先発です。こちらも同じく攻撃的な 3-4-3 です。北海道コンサドーレ札幌は日本サッカークラブ史上初のクラブ専属オフィシャルダンスドリルチームがついたチームです。試合開始です。相手に当たりピッチの外へ、スローインです。いい位置です。ボールを奪った。いいタックルでした。これはファールを取られました。イエローカードはありません。ディフェンスが踏ん張った。ゴールは割らせません。危ない場面でしたね。さあボールを蹴った。このボールはそのままキーパーへ。青山敏郎、カットします。味方にパスを出します。ボレーで決める。これはクロスバー。まだインプレーです。このチャンスは決めてほしかったですね。少し焦りが出たんでしょうか。ルーカス・フェルナンデス、先制のチャンスもここはゴールならず。あれはきちんと決めてほしいですよね。もったいないミスでした。塩谷司、サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。入った。
この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。リプレイが出ます。このクロスが最高でしたね。そしてこのシュートです。ジャンプせずに頭で合わせました。ディフェンスはスペースを与えすぎですね。福森明人、ゴール前、期待も高まります。マイナスのボールが出ました。ゴール、同点に追いつきます。さあ映像が来ました。このマイナスの折り返しが素晴らしかったです。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。ドリブルでボールを前へ。いいタックルでしたが相手ボールのスローインになります。ここから中に折り返したい。あっとチャンスです。中の選手と呼吸が合わなかった。青山リードするチャンスです。さあどうする。タックルでピンチをしのぎました。いいところでボールを取りました。青山敏弘、ディフェンダーがここで食い止める。ここはカウンターのチャンス。サイドのスペースが広く空いています。ルーカス・フェルナンデス、仕掛けてくるのか。ここで決められるか。キーパーがセーブ。守護神の名にふさわしいパフォーマンスです。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。さあどうなる。キーパーの見事なセーブ。副審が旗を上げました。オフサイドだったんですね。前半終了です。スコアは1対1。前半この選手のプレーがよく効いていました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。試合開始です。後半はサンフレッチェ広島のキックオフで始まります。
サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いい組み立てを見せていましたが、ここでボールを失います。さあここでプレスを受ける。駒井義明、パスを回していきます。どこを狙ってくるんでしょうか。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。選手交代があるようです。佐々木翔、狙える位置です。このピンチはクリアでしのぎます。おっとボールを取り返した。ルーカス・フェルナンデス、ここは味方を使います。駒井義明来た、ゴール。華麗なシザースキックからのシュートが決まりました。リプレイを見ましょう。いいクロスを上げてきましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ここまでのポゼッション率を見ればサンフレッチェ広島がボールを支配していることがわかります。残念ながらほとんどフィニッシュにまで持ち込めていないんですよね。それが結果にも表れています。同点に追いつくためには何かアイデアが必要ですね。ボールを回してチャンスを伺います。ここでボールを失いました。コンサドーレ札幌のうまいパス回し、チャンスを伺います。広島の攻撃です。何をしてくるのか。ここで取り返します。ガブリエル・シャビエル、ボールは外に出ました。スローインです。選手を交代させるようですね。駒井義明、アタッキングサードに入ってきた。パスがまた成功。とどめの一撃か。キーパー素晴らしいセーブを見せた。この時間でリードを広げられたら勝負がついていたかもしれませんから、ビッグセーブでしたね。コーナーからエリア内へ、ディフェンダーにクリアされました。ナイスディフェンスです。塩谷司、
さあここで一気に仕掛けられるか。柏、同点に追いつけるか。ほとんどチャンスを生かせません。ゴールキックに変わりました。試合を止めていた分、アディショナルタイムが2分追加されます。ここから狙うのか。柏、同点になるのか。試合終了間際、とんでもないドラマが起こりました。このまま終わると思いましたけどね。最後まで諦めていませんでした。劇的な同点ゴールになりましたね。もうアディショナルタイムに入っていましたが、この流れならもしかしたら逆転もあるかもしれません。ここで試合終了。試合はどちらも譲ることなくドローとなりました。